フランス南西部の大西洋岸に吹きつける強力な海風。自然の大きな力がもたらす人々の生活への恩恵がありました。ワールドラウンジでお伝えします。ワールドラウンジです。今週は海外に駐在している NHK のカメラマンによるシリーズ風。今日はフランス南西部のジロンド県から。ジロンド県のボルドーの名物といえばこちら、ボルドーワイン。高級ワインの産地として知られていますよね。このボルドーワインの美味しさ、実は風によって育まれたものだというんですが、この地を吹く風がもたらしたものはそれだけではありません。風と共に生きる人々の営みを柳沢カメラマンが取材しました。フランス南西部のジロンド県です。ブドウ畑が広がるボルドーワインの産地です。爽やかな風が吹き抜けます。ワイナリーの経営者、オリビエ・ベルナールさんです。美味しいワインを作るのに畑に吹き込むこの風が欠かせないとベルナールさんは言います。Donc le vent sèche. Le vent enlève l'humidité. Donc le vent est un facteur très très important. Si on a des vents secs, ils vont concentrer le raisin. Bordeaux sans vent ne fait plus du bon vin. Le vent a créé un objet colossal. De Bordeaux à la voiture, environ 1 heure.大西洋に面した海沿いにあるピラ砂丘です。南北およそ3キロにわたって広がるピラ砂丘は、最も高いところで110メートルあるヨーロッパ最大の砂丘です。風によって巻き上げられた浜辺の砂が、4000年の時をかけて堆積し、形作りました。強い風によって砂丘に描き出される風紋、その表情は刻々と変わります。45年にわたり砂丘を研究しているジャン・マリ・フロアドフォンさんです。砂丘は風の力を受けながらゆっくりと動いているのだと言います。Elle se déplace sous l'effet des vents dominants, c'est-à-dire des vents d'ouest qui viennent de l'océan, et elle se déplace de 3 à 5 mètres par an vers l'intérieur des terres. これは第二次世界大戦中に使われたトーチカです。もともと砂丘の上に作られていましたが、足元の砂が風によって徐々に飛ばされ、70年以上かけて海側に落ちました。Il y a des blocos. Ceux qui se trouvaient aussi sur la dune se trouvent maintenant à l'intérieur sous la mer par 10 à 15 mètres de profondeur. 影響は周辺にも出ています。砂丘に隣接するキャンプ場のオーナーです。5 ans, ça a pris, allez, je dirais une quinzaine de mètres, même une vingtaine. Sous la dune, on a une piscine qui a été ensevelie il y a quelques années. C'est pour ça qu'on en a refait une. キャンプ場が次々と砂に飲み込まれる危機的な事態ですが、
オーナーは自然の営みだとして、ありのままに受け入れています。Donc, elle nous donne à manger, elle nous mange en même temps. Voilà, donc bah, c'est la vie. Voilà. Bon, il existera bien encore une quarantaine d'années de plus. 風が作り出した巨大オブジェ、ピラ砂丘は多くの人を引きつけます。この地を訪れる観光客は年間190万人に上ります。ピラモンテ。あら、ピラシャルー、あら、comme ça on a tout. La vue est magnifique, ça vaut le coup.風を求めてパラグライダーの愛好家もここにやってきます。C'est un environnement singulier, majestueux et qui prête aussi à prendre davantage de plaisir encore à pratiquer sur ce genre de site. Pour aussi des questions aérologiques. On peut simplement se laissant glisser dans la masse d'air. 地元名産のワインと人々を魅了する砂丘を育んできた風、今も止むことなくこの地を吹き抜けます。長い年月をかけて作られた巨大砂丘、なんとも壮大な景色でしたね。取材した場所では冬になると海からの風が強まって風速30メートルほどの猛烈な風が吹くこともあるそうです。柳沢カメラマンによりますと、取材をした日も歩くのが難しいほどの突風で、飛んできた砂で前がよく見えないこともあったということです。以上、ワールドラウンジでした。